この記事をまとめると昨年10月にカローラは大幅な改良を行っている筆者は歴代カローラを買い続けており改良前から改良後へと買い換えた納車後にロングツーリングを行ったら異次元レベルの進化だったマイナーチェンジしたカローラでロングツーリングに行ってみた今年2月末に一部改良を行った トヨタカローラセダン1、5G が納車された。納車直後に取材で往復400キロメートルほど鳴らし運転を行ったのだが、それ以降は海外出張などもあり、自宅の近所をふらふらするぐらいしか乗る機会がなく、走行距離が伸び悩んでいた。そんな中、ようやく5月末に時間ができたので、 福島県の藍津若松を経由し、山形県山形市、宮城県蔵王などをめぐり、総走行距離で750キロメートルほどのドライブに出かけた。まずは東北自動車道を北上し、福島県郡山市方面を目指した。東北自動車道は岩月 IC、インターチェンジから、 佐野藤岡 IC の間は最高速度制限が時速 120km となっている。とは言うものの、この区間を朝の通勤時間帯に通ったために、そこまで速度を出すことはできなかったものの、時速 90km ぐらいで巡航可能だったので、全車速追従機能付きレーダークルーズコントロールを使い快適に走ることができた。 この区間は関東平野の真ん中ということもあり、ほぼフラットな道路が続くことになるが、この前に乗っていた1.8リッターガソリンエンジンを搭載していた。改良前現行カローラセダンと比べても、新搭載された1.5リッター3気筒エンジンはストレスなく走ってくれた。時折レーダークルーズコントロールを解除して、 アクセルを踏んで加速してみたが、高回転になると軽自動車の3気筒エンジンのようなややうるさいエンジン音になるが、その他では車内においては、静粛性能が高いこともあり、特に気になることはなかった。ただこれは筆者のカローラだけの話ではなく、多くのトヨタ車に共通しているとも聞くが、 レーダークルーズコントロール作動中に追い越しなどのため車線変更した際の再加速においてもたつくようなイメージが強くなるのでついついアクセルを踏んである意味加速をアシストすることになっていたのが気になった内装色はシートやダッシュボードは黒となるのだが W×B を除く G 及び X では A ピラー内側と天井はホワイトとなっておりダッシュボードやシートドア内張りが黒でも車内はピラーや天井まで黒くなるよりは車内が明るめになっているところが個人的には運転していて快適であった信じられないほどの進化に感類郡山 JCT ジャンクション から磐越自動車道に入り藍津若松を目指す。藍津若松 IC を降りて国道121号に入るとほどなく山道となった。山道でも特に非力感も感じることなくスイスイと山を登って行ってくれた。山形自動車道に入り蔵王方面を目指していると、道路は山の間を抜けるようにくねくねしていたのだが、 レーントレーシングアシストにより、車が勝手に道路のカーブにトレースするように、ステアリング操作をアシストしてくれ、レーダークルーズコントロールと併用した時に、なんちゃって自動運転のような様子になると、歴代カローラを30年乗り継いでいる筆者は、乗り換える前の改良前モデルの頃から、カローラも立派になったな、と、 カローラ愛がますます深まっていく瞬間を感じていた改良によりガソリン車はリアサスペンションがダブルウィッシュボーンからトーションビームへと変更されており絶対的な走行性能ではレベルダウンしている印象は否めないものの今回走ったコースは目立って路面が荒れていたり高速道路では高架などで継ぎ目が多いということもなかったので 大きく気になることはなかったのは幸いというところと言えるだろう。納車直後の4 0 0トルぐらいの走行では、燃費計で約1 9トルパーリットルとなっていた。今回も燃費を計測してみると、ドライブ開始時にリセットした燃費計では、2 2 9キロメートルパーリットル満タン砲、走行距離割る給油量では、 約2 0 6トルパーリットルとなったので、カタログ数値 WLTC モード1 9 4トルパーリットルを超える結果となった。高速道路メインということが大きく影響したようだ。過去にも1.5リッターエンジンを搭載するカローラセダンにはよく乗っていたのだが、そのパフォーマンスは進んで遠乗りしようと思えるものではなかった。 ただカローラシリーズのユーザー年齢がアップしていることもあるのか、以前に比べシートも格段に良いものとなり、さらには現行モデルでは3ナンバーワイドボディーとなり、安定感も増したこともあり、遠乗りしても目立って疲れるということもなく、楽しく運転することができるようになった。 現行モデルではまさに異次元レベルでカローラは進化したと感じている。そして今では次はどこへ行こうかなと、遠乗りをするのが待ち遠しくなる車になっていた。